現存する、戦列艦 HMS ビクトリーの、法列艦パンスウェーデンの17世紀の戦列艦、バーサの株法列艦パン。正面は、選手方向フランスの戦列艦、エタ・ド・ブルゴーニュの型原生者用、原則法列艦パンとは、主に型原生者用原則の大砲を配置する、艦パンを指す用語である。しかし、たくさんの砲を廃したフリーゲートや、等級のない船、 上部甲板、後部甲板、船首楼は、岩デッキとは呼ばない。一方、上部甲板下の天井に覆われた甲板は、砲がなくてもガンデッキと呼ばれる。反射地震学探査を行う船の最下部は、水中で圧縮空気を瞬間的に放出し、海底に向かって衝撃波を出すためのエアガンを備えており、ガンデッキと呼ばれる。ネイビースラングでは、ガンデッキは、 でっち上げや改ざんを意味している。元となる説がいくつかあり、一つは、片原生者用原則に、追加の岩砲との絵を描き、敵へ脅威を認識させ、対戦を諦めさせようと、したという話。もう一つは、一日三回行われる、転速広法の報告を、海軍士官候補生が、岩デッキで速度などから予測値を算出する、繊維水産で、でっち上げたという説である。 この用語は現在でも作業をサボるための文書の改ざん等を指摘する際に使われる。ありがとうございます。